西郷隆盛像。西郷隆盛像は、日本の武士、軍人、政治家である、西郷隆盛、1828年、文政11年から1877年、明治10年の検証を目的として建立された銅像。本校では、特に著名な三体の西郷像について解説する。東京都台東区上野の上野公園に建っている西郷像は、 コ村幸運の作、片荒の犬、つんは、後藤貞之作、中蔵は、岡崎幸生。1889年、明治22年第日本帝国憲法発布に伴う、大社によって、西郷の逆との汚名が解かれたのをきっかけに、吉井智美ら薩摩藩出身者が中心となって、建設計画が始まった。区内省より500円を貸しされ、 さらに全国2万5千人余りの有志の寄付金で、建立された。除幕式は、西郷の死後21年を経た、1898年、明治31年12月18日に行われた。身長、370.1センチメートル、脅威、256.7センチメートル、足、55.1センチメートル、正面から写した写真では、頭部が大きく見えるが、 これは、像の足元から見上げた場合、遠近法で適正に見えるよう計算されているためで、実際の西郷の体つきがこうであったわけではない。以後、上野の西郷さんと呼ばれて100年以上も国民に親しまれ、像の意味を少しずつか、えつつも現在でも、東京タワーや西新宿の高層ビル街と並ぶ、東京の象徴的光景となっている。銅像には、 西郷の真実の姿が望まれたが、西郷には信頼性のある写真が一枚も残っていなかった。岡崎によると、清楚宗のコンテ画をもとに、西郷の地記、親戚にいちいち聞き、石膏像や木彫も幾度も修正して、制作を進めたという、銅像の建設委員長をしていた、河山助則を助けて奔走していた子息の河山愛助は、 銅像の顔は極めてよくできているが、幸運は、西郷の特徴ある唇、何とも言えない魅力と情愛に弱いところが同居しいる、唇を最後まで表現しきれないことに苦しんだと書いている。実際、生前の西郷に接した、東郷平八郎元水も、上野の銅像なども、制作には大苦心されたようだが、やはり緊張した顔つきだし、少し太りすぎているように思う。と 絵画等では、西号の愛嬌や女が再現しきれないと述べている。この、いとこのことをも、か山愛介は、大体の風貌は、あの通りとしても、個性的な魅力のある唇の持つニュアンスとでも言うか、そうした二つとない魅力的なものを現発すことは、不可能であったわけだ。目とか、顔とか肩の持つ線とかは、何とか表現することはできたろうが、と解釈している。 上野の西郷像は、いとこが批評しているような散歩している姿ではなく、愛犬を連れ、腰に、藁のうさぎ罠を挟んでウサギ狩りに出かける姿である。この姿は、大山岩尾が、ガリバルディのシャツだけの銅像から思いつき、西郷の真面目は、一切の妙理を捨てて、山に入って、うさぎ狩りをした飾りのない本来の姿にこそあるとして、発案した。連れているのは、 お気に入りの薩摩犬であったメス犬のツンであるが、銅像作成時は死んでいたため、海軍中将、ミレケイハンのオス犬をモデルにして、オス犬として作成された。西郷の体の大きさと比較すると、犬は小さく見えるが、実際の薩摩犬は象よりもっと小さく、河村は少し大きめにするよう要望したという。上野公園の銅像に対するいとこの発言については、 銅像の顔が本人に似ていないことを意味すると解釈する説もあるが、昭和50年代に鹿児島県下で小学生に無料配布されていた西郷隆盛の伝記本、西郷隆盛では、暴風は多くの人間の前に清掃ではなく、普段にで出るような礼儀をわきまえない人間ではないのにという文脈で解説している。当時、 個人を検証する銅像の多くが清掃で威厳に満ちたものだったのに対し、西郷の銅像は明治維新の元勲のものとしてはあまりに庶民的に過ぎるものである。一時は朝敵とされた西郷の名誉回復の場でもあった銅像除幕で予想とあまりにかけ離れた服装の銅像に対する驚きと落胆の気持ちの繁栄であった。当初は 公共内に建てる案もあった西郷像の建造を当時、朝敵となったことによる高山蝶牛らの反対意見が根強かったことは無視できない。上記大生岩の言い分も、まだ西郷への反感を持つ政治家が多かった時代、明治政府の官位による清掃をさせるわけにはいかなかった事情が背景にあったと考えられる。美術史屋の吉田千鶴子の調べによると、当初、馬上で、 陸軍大将軍服姿の図用が募集されたが、騎馬像とするには資金が足りず、次に大将服着用の立像王となり、ひなまで出来上がったもの、今度は猿筋から大将服姿に猛烈な反対が聞こり、最終的に現在の姿になったという。そこには、西号の高い人気ゆえに、反政府的機運を醸成しかねない動向を逸らし、 西号から武人としての牙を抜き、犬を連れて歩く、人畜無害な人物というイメージを民衆に定着させようとする政治的意図が働いていたと見られる。造造後、西郷高森像をめがけて、神玉を投げつけるという奇妙な風習が流行り、昭和に入っても花に当たると出世すると言われた。見かねた鹿児島県人カイラは、清掃を買って出たという。また、 関東大震災の時には、尋ね人の張り紙を貼る掲示板に代わりにされた。その後も、銅の価値から犬の像の方を盗もうとするやからがたびたび現れたが、このくわ立ては成功しなかった。上野公園の西郷像に対して、鹿児島市の鹿児島市立美術館近くに立つ郷土の彫刻家、安藤寺氏が1937年。 昭和12年に作成した最後の銅像は、軍装陸軍大将である。明治より時代が下って、鹿児島市に建てられた銅像が、陸軍大将の清掃で、直立不動の姿勢であるのは、西郷の名誉回復という観点からすれば、未亡人が本来期待した姿に近いと考えられる。西郷と同じく、鹿児島県出身で作家の海音寺長五郎は、絶筆となった著書、 西郷隆盛にて次のように述べている。当の安藤は、大成座と,と銅像、改造第19巻9号、1937年にて次のように記述している。2008年、平成20年12月30日の南日本新聞記事によると、西郷のモデルは、元、山形県民の男性であることが判明。安藤のアトリエで撮影された、 銅像のひな型や肖像画などが写り込んだものろ、写真が男性の遺族宅で発見されたという。遺族は祖父の目は高地さんに似ていると思うとも述べている。鹿児島県霧島市溝部町六の鹿児島空港近くにある西郷公園の西郷像、正式名称、現代を見つめる西郷高森像は当初、1977年。 昭和52年の最後没500年、検証事業として、関西在住の鹿児島県でシャラが、京都市の京都霊山五国神社に建流する計画を、盾、彫刻家、小賀忠夫に発注して作られたものである。実在の人物像としては、日本最大となる10.5メートルに及ぶ、この立像は1976年、昭和51年に完成したものの、発注者の死去により計画が、 中に浮いたため、富山県高岡市の倉庫に10年以上も保管された、ままの状態となった。1988年、昭和63年、報道により、像の存在を知った溝部町の有志が、小型ダオの意地で彫刻家の小川明らと協力し、像を現在の場所に誘致するとともに一体を公園として、整備した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。